ジャバミ夢子の人生計画表を取り下げない？はい、会長のご意向です。どういうことだ。奴は大集会で2億6千万もの金を手に入れたはずだ。それを放っておくのか。さて、私には会長のお心は分かりません。ただ会長のご指示でジャバミ夢子の身辺調査をしたところ、彼女はかなりの資産を持っていることが分かりました。何？ジャバミ夢子は一人暮らし、両親は他界しており、家族は姉が一人いるのみです。この姉が長期にわたり大学病院の特別病棟に入院しており、その費用は全て彼女が負担しています。相当の資金がなければ説明がつきません。その気になれば返せる借金を返さないということでしょうか。どういう意図があるのでしょう。そんなの決まってんじゃん。公式戦だよ。ゆめ子は会長とギャンブルしたいんだって。びっくりした。どうしたの、みだりちゃん。ゆめ子が会長と公式戦だと。まずい。会長に壊される。ダメだ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 。あれは私のもの。おい、一緒。なんだあいつは。気をつけてね、みだりちゃん。やっと授業が終わりましたね。待ちきれなくて上の空になってしまいました。さ、参りましょう。それってまさか公式戦？もちろん。もう少し準備とかした方が。心の準備ならとうに終わってますから大丈夫です。いや、そうじゃなくて。わかった。生徒会室に行けば申し込めると思う。案内するよ。ありがとうございます。見つけたぜ、ゆめ子。あなたはあの時の。その節はお世話になりました。ゆめ子、お前3億1000万の借金まだ返してねえらしいじゃねえか。美化委員長として見逃せねえな。Excuse me? いきなり何すんだよ。校内のゴミを強制し、あるべき姿に美化する。それが美化委員の役割だ。逮捕権限を持つ数少ない組織の一つなんだよ。連れてけ。はい。いろいろ取り調べてやんなきゃいけないからな。たっぷりと。いや、逮捕って急に。ついでだ、この男も連れてく。はい。A few moments later. そんな顔するなよ、ゆめ子。ほらよ。一体何のご用ですか？この後予定があるのですが。予定ね。知ってるよ。お前みたいな不良生徒が会長様に会えると思ってんのか？まして公式戦なんて論外だ。もしどうしても会長とやりたいって言うんなら、まず私とギャンブルしようぜ、ゆめ子。まあ、ギャンブル。それならそうと早く言ってくださればよかったのに。で、何をやるんですか？お前ならそう言ってくれると思ってたぜ。私にはわかる。私とお前は同類。スリルに興奮するド変態だ。そんな、ド変態だなんてはしたない。さて、ここは学園のゴミどもを強制するために地下に作られた取り調べ施設だ。直接尋問するための聴取室と別室で観察するための監視室に分かれている。どちらも完全防音の密室で、2つの部屋をつなぐのはそれぞれに設置されたカメラとモニターだけだ。私たちは ESP ゲームって呼んでる。ルールは簡単。別室にいるディーラーがどうカードを並べるか予想するカード当てゲームだ。
具体的な手順としては、まずディーラーがカードを好きな順に並べる。ディーラーの手元はモニターを通して見ることができる。ディーラーが並べ終えたら、今度は私たちが並べる。終わったら3人ともオープンだ。ディーラーの並べ方に合致する枚数の多い方が勝ち。枚数差がポイントになる。なるほど、シンプルでいいですね。賭け金はどうしましょう。夢子よ、ちげえだろ。ふざけんじゃねえぞ。金の取り合いなんてぬるいことやってらんねえだろ。ゲームの勝者は勝ち点の分だけ引き金を引くんだよ。この銃に好きな数の弾を込め弾倉を回す。装填できる弾は最大6発。全て込めてもいいし、一発も込めなくてもいい。終わったら2丁ともシューターに入れて区別がつかないようにする。そこから勝った方が1丁取って、相手に向かって勝ち点の分だけ引き金を引く。一発でも弾が当たった方の負けだ。どうよ、なかなか面白いだろ。それってもちろんエアガンかな。分かったらやるぞ、ゆめ子。お前だけが頼りなんだよ。最高の読み合い、殺し合いをしようぜ。安心しろよ、一発じゃ早々死ぬことはね。すぐに病院にも連れてってやるしよ。あ、もしかして私を殺しちまった時のことを心配してんのか。バッカ、大丈夫だよ。あとのことは会長が何とかしてくれる。校内で銃撃事件なんて評判がガタ落ちどころじゃねえからな。絶対に世間にバレねえようにしてくれるって。お前は何も心配しなくていい。心ゆくまで楽しもうぜ。頭おかしいのか。帰ろう、夢子。こんな奴に付き合う必要。私はやらないなんて一言も言ってないですよ。夢子。ギャンブルとしては植物的すぎる嫌いはありますが、そこまでおっしゃるなら仕方ありません。お受けしましょう。な、何言ってんだよ。こんなギャンブルいくらなんて。嘘だろ。それじゃあまるで盗塁じゃないか。このギャンブルお受けするには3点ほど条件があります。ゲームは最大3セットまでとすること。ディーラーは鈴井さんにやっていただくこと。え？そして敗者は勝者に10億円を支払うこと。状況理解してんのかよ。なんでお前が条件出すんだよ。たく狂ってやがる。そうだな、10億ね。それはいい。私は金なんてどうだっていいからな。この鈴井とかいう男がディーラーってのも構わねえ。イカ様を疑ってんだろ。でもよ、サンセットまでってのはどういうことだ。てめえまさか引き分け狙ってんじゃねえだろうな。カード並びに全て勝ち、わざと弾を外せばいいなんて思ってねえだろうな。さて。いいぜ。お前ほどの弾がつまんねえゲームをするわけねえよな。私は信じてるぜ。ただ保険はいるな。ルール追加だ。弾を外したらその分相手に打たれる。それなら3回でいいぞ。ええ、構いませんよ。よし、始めるぞ。監視室に行くよ。鈴井さんがディーラーをしてくださるなら安心です。大丈夫ですよ。だって私たちにはあれがあるではありませんか。あれが、あれをサインにすれば必ず勝てます。その息だよ、夢子。それでは鈴井さん、また後で。サイン、手元だけでカードの中身を伝えられるのか。気をつけねえとな。はい、これが ESP カードね。机の枠線内にカメラに映るように並べて。
手とカード以外のものを写すのは禁止だよ。このゲームで僕が一番気をつけなきゃいけないのはイカ様、カードの順番を生島に知られることだ。今のところイカ様を疑わせるようなものは何もない。あとは並べる順番をどうするかだ。問題はあれってなんだ。鈴井、早く始めなよ。考えたって無駄だって。かもしれない。こんな大役、ついこの間まで家畜だった僕に務まるわけない。家畜を返上できたのだって自分の力じゃない、夢子のおかげだ。そうだ、だからこそ僕がやらなきゃいけないんだ。夢子は僕を助けてくれた。だったら次は僕の番だ。考えろ、夢子のために何ができるか考えるんだ。死ぬ気で。あ、覚悟を決めたらしいぜ。夢子の目的は、僕たちにはサインがあるからカード当ては必ず勝てる、そう生島に思い込ませることだ。必ず負ける勝負で弾を込めるはずがない。つまり生島はサインの意味を見破るまで弾を込められない。僕の読みが当たってるならサインは何でもいい。サインを送ること自体が重要なんだ。に？それともチョキか？さてどういう意味があるのかね。こちら側の映像は鈴井さんのいる部屋に映っているのですか？ああ、声は聞こえねえが、向こうと違ってこっちは手元以外も映ってるぞ。なるほど、よくわかりました。よし、まず弾を込めろ。夢子よ、何発込めたか申告する必要はねえが、一つ教えといてやるよ。私は6発込める。いよいよだな、命をかけたカード並べだ。覚悟はいいな。え、よし、開かせろ。はい。鈴井、カード開いて。もう祈るしかない、頼む。たまんねえな、この瞬間。よし、行くぞ、オープンだ。生島3枚、夢子2枚、夢子の負け。なんだよ、サインはハッタリかよ。まあいい、覚悟はできている。だってな。夢子よ、見苦しい姿を見せんじゃねえぞ。生島さん、その銃の引き金を引くのはおすすめしません。あ？